クルージェントサービスラインというところでマーケティングの担当をしております。ウェブマーケティングっていうところで自分のサービスラインのホームページのコンテンツを作ったりとかっていうところがメインではあるんですが、既存ユーザーさんに対しての情報提供だったりとかっていうところでユーザー会を開催したりですとか、あとは当日までの裏方っていうようなところを私はやります。基本的にはテレワークなので、起きたら朝もうそのまま自宅で仕事をしています。テレワークになると通勤がないので、その分が仕事に充てられるメリットでもありますし、今日はちょっと早めに上がりたいとか、今日はちょっと遅めに始めたいとかっていうようなフレキシブルな働き方ができているのはサイオスの良いところかなと思います。子供を育てながらっていうところで言うと、一番は環境ですかね。会社の風土といいますか、仕事と子育ての両立をしやすくする風土、だから率先してみんなが子育てをしながら仕事をしているっていうのが見えるように、いいんだよこっちできちんと巻き取れるから大丈夫だよっていうような会社の環境づくりっていうのが一番働きやすさにつながっていくんじゃないかなと思います。サイオスは私はすごく進化する会社だと思っていて、多分私が一番最初に産休育休を取ったメンバーなんですよ。そこからどんどんいろんな制度が拡充されていって、看護休暇が取り入れられたりですとか、子育てに限らずテレワークっていう勤務体系ができたのもそうですし、時代に合ったというか、子育てだけじゃなくて社員全員が働きやすい環境を整えていくっていう、進化しているっていう風にすごく思います。当たり前に会話ができるっていうのが本当に大きくて、上司に向かって言いたいことが言えないっていうことはなくて、割とみんな言いたいことをきちんと言い合ってフラットな関係に近いと思います。議論が紛糾することも多々あるんですけれども、それだけ言いたいことを言える心理的安全性っていうんですかね、っていうのがあるかなと思います。やっぱり子育てと仕事の両立って本当に大変で、そこを乗り越えた時のその自分の時間だったりとか、仕事やっててよかったなっていう思いは必ず出てくるので、そこをなんとか頑張って乗り越えて、そして最後にみんなで終わったね、よかったね、頑張ったねっていうその喜びを分かち合う瞬間っていうのが本当に最高です。